受け方は大事なんですよね。そのあのね、止まってないで動いてって思うかもしれないけど、動きすぎると投げるの難しかったり、それこそその、ボールに対してさ、その正面から向かってったらさ、ボールが向かってくるわけだから当然処理も難しくなるから、そういう細かい部分はあるんだよ。だからスロワーにスローインした人にそのままダイレクトで返したいんだったらこうやって受けた方がいいとかさ、なるべくそのもうめちゃめちゃ深い位置で、自陣の深い位置でもう一回前にボール渡そうって時に投げてもらって、そのままダイレクトで前に蹴る時とかあるじゃん。でその時とかもやっぱ浮き方変わるわけよ。ちょっとでもスペースあれば蹴るだけならいけるとかさ、落とすだけならとかさ、っていうのもあるから、うん、チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。